この仕掛けを変えてペースが上がるっていうこの体感をしてもらえると、結構仕掛けが交換するのも億劫じゃなくなると思うんですけど、やっぱどうしても最初大して変わんないだろうとか、面倒くさいとか、もったいないとかって結構言う人いるんですけど、渋い時に体感してもらえるといいですね。やっぱかかりがいいですね。全然違いますね。そもそもこの仕掛けは桧原の北部、早稲田とかで使えるように作った仕掛けなんですけど、今シーズン割とどこのエリアでもいい仕事をしてくれたみたいですね。ほんの小さいですね、この辺り。今のところそんなに差はないような気はしますけど、若干白玉の方が食ってくるかなってのはありますけど、効く時はもっとてきめんに効くんで、でも若干白玉の方が有利なような気がしますね。狙ってる棚も一緒、仕掛けも、玉ありかなしで一緒、重りも一緒、竿も一緒。それで微妙にこっちがよければやっぱりその白玉の効果はあるんじゃないかなと思いますけど。で、逆にこっちの白玉があんまり良くなくて、こっちの玉なしの方がいいっていう場合は、この白玉を玉なしに交換します。スパッと。捨てるわけじゃないんで、脇に置いといてまたローテーションに入れてもらえば。で、さっきペース良かったんですけど、だんだんペース落ちる、何かしら変わってくるんですね、ワカサギの群れが違うのか、飽きてきちゃうのか、仕掛け変えて重り変えて、次変えるのは穂先ですね。